また先輩の荻野ゆかちゃんゆかちゃんの卒業公演がありましてですね、ワンワンワンって感じあの配信でね見てくださった方はね知っているとご存知だと思いますが、もうやっぱり私は泣いてしまいましたねあんなに泣くことあるかなっていうぐらい結構泣いてしまいましたね。だからその後にあの黄色の新しく作っていただいた衣装の写真撮ったんですけど、もう肌の周りが赤くて泣いちゃっててほとんどメイクも落ちちゃってる状態みたいな感じでしたけどね。そうゆかちゃんのねすごく寂しいです、うん、けど絶対幸せになってほしいなって思ってます。私も頑張らなきゃなって思いました。でね最近はねあとは天気が不安定で、今日も新潟は雨が降ったりとか風がすごく吹いていったりとかして、皆さんのところはどんな感じですかね。結構全国的にね天気不安定みたいなので、寒くなってるし最近もう冬というか秋を感じてますね、うん、なので皆さんもう暖かい格好して行きましょう。もう私ももう新しいコート上着を買っちゃいましたそれを着てもう絶対外出してますね。上着がないともう外出れない、寒くて。いやまあ出れないこともないけど、なんか後悔する、歩いててうわ上着着てくればよかったって思うぐらい風が強いから。そうね、みんなも体調管理気をつけましょうね。コロナがねちょっとずつ落ち着いてきているような気がするので、ね、みんな体調崩さないようにしましょう。でそのね、私11月4日に誕生日迎えさせてもらって、11月23日に生誕祭をさせていただくことになりましたので、皆さんよかったら来ていただきたいなって、来てもらったりとか、あとは配信で見ていただけたらと思います。よろしくお願いします。そんな感じで今週もメッセージを読んでいきます。かほちゃんこんばんは、いつも楽しい配信をありがとう。こんばんは。ゆかちゃんが卒業、かほちゃんにとっては恩人のような人、つまりかほちゃん推しにとっても恩人。ゆかちゃんが愛した NGT をこれからも盛り上げていきましょう。卒業公演でのグローリーデイズセンターでパフォーマンスするかほちゃんめっちゃ良かったし、見れて嬉しかった。これからもずっと応援してます。ありがとうございます。そうゆかちゃんのね卒業公演、いや本当にゆかちゃんのことはねもうずっと憧れてて、でこの間私のことをよく知る友達にあのハッシュタグ好きなんだでゆかちゃんの隣で踊ったんだみたいなことを報告したら、うわエモって言ってくれて、すごくゆかちゃんの話してた言葉とかを自分カホは大事にしてたし、なんかハッシュタグ好きなんだを本当踊ってたんですよ、その友達の前でへったくそなダンスを。でなんかそんなことをしていた小娘が、私がまさか本当に荻野ゆかちゃんの横で大きいところでハッシュタグ好きなんだを踊ってたりとか、荻野ゆかちゃんの近くにいたことってすごいみたいな感じで感慨深く思ってくれてて、そう自分でも本当にまさかゆかちゃんって呼ばせていただいて、もう普通にね敬語使わないで喋ってって言ってくれる、まあそこがねもう本当にゆかちゃんの本当に器の広さなんですけれども、あのねそうやってそこまでなんか関係がを作らせてもらえたことがすごく嬉しかったです、うん、これからも本当にお世話になりたいと思ってます。でまだ私フォトログ載せられてないです、分かってます、すごめんなさい。でねその卒業公演でねユニットでグローリーデイズのセンターを任せていただいて、もうまず本当にびっくりしました。まず私がグローリーデイズ
に選ばれたっていうことがもう驚きだし、でもなんか歌詞とか見てるとすごく、あ、自分に当てはまるなって思いながら、あ、今の自分に言われてるみたいだなっていうのを、まあ、直接本人に言われたわけではないんですけど、でもこれはきっとそうやって思ってくれてるんだろうなって思いながら、わーって思いながら頑張りました。めちゃめちゃ練習しました。なんかそれを見てなんかファンの方、マッシーやればできるじゃんみたいな、なんかすごいなんかそういう系のことを言われてちょっとあれでしたけど、いや、なんかいつもとは絶対いつもとは違うところを見せられたのでよかったです。うん、そんなことも踊れるようになったんだねって思ってもらえたら嬉しいですね。続いて、かほちゃんこんばんは。こんばんは。22歳のお誕生日おめでとうございます。当日はゆかちゃんの卒業公演だったからおめでたい反面、寂しい気持ちにもなってと記憶に残る誕生日でしたね。21歳はどんな1年でしたか？ラジオのレギュラー番組出演、始球式をはじめ野球関連のお仕事、ラーメン部の看板番組スタート、冠番組かな、そしてシングルの選抜入り。かほちゃんはこの1年でものすごく飛躍したと思います。かほちゃんは向上心が高いからまだまだって思ってるかもだけど、たくさんグループに貢献して本当に頼りになる存在です。22歳のかほちゃんも楽しみにしています。私は応援を頑張って来年こそは東京ドームに連れていくので期待して待っててね。かほちゃん大好きだよって。ありがとうございますね。21歳ね、どんな1年だったんだろうね。ね、まあね、ここはね生誕祭でお話できたらと思いますが、なんかさ、そうやって私さ言ってばっかりいて、生誕祭のハードルが上がったらすごく嫌なんですけど、でなんか何度も同じことをね何回も言うより、ね、1回でパンって、あ、こうやって思ってたんだって、そこで全てを言い切れたらいいなって思ってるのでね。どんな1年だったんだろうね。私もまだ全然何話そうというか全く決めてないのであれですけどね、どんなことを言うんだろうって皆さんも思ってると思いますが、私も思ってます私もどんなことを言うんだろうってちょっと思ってますね。ワクワクとドキドキとまあそれだけ生誕祭が楽しみってことですね。なのでぜひね、22歳の1年も応援していただけたらと思います。本当に皆さんのねお力添えというか、皆さんの応援があって私はやっとステージに立てるので、ぜひこれからもよろしくお願いします。そうだって、マシラジだってさ、みんなからのお便りがないと成り立たない。だから本当にいつもたくさんメッセージをありがとうございます。続いて質問に行きたいと思います。白い歯の維持の仕方を教えてください。これはねよく聞かれますが、あんまり歯が汚れそうな飲み物は飲まないとか、ホワイトニングを毎月やるとか、でも最近というか、あんまり白い歯維持できてるのかなってちょっと思いますが、でもふとした時に私歯しろってめっちゃ思うのでまあ維持できてるというか、まあ途端に汚くなるようなことも私はしてないので、だからなんかね、コーヒーは飲まないとか、お茶もあんまり飲まないようにしてますね。本当に歯の色が、歯に着色するのが嫌でお茶は飲まないです。本当にそれだけ。だからお水を飲むようにしてる。そう、最近でもほうじ茶好きなんですけど、ほうじ茶もね、緑茶をねなんかねほうじてるから、結局歯に着色しちゃうのかなと思いながら、でも最近もう水ばっかり飲んでるから、もう水にもちょっと飽きてしまったりとかもしているので、そう、最近はねほんとほうじ茶にハマってるんですけど、ちょっとそれも今どうなんだろうって、白い歯維持的にはどうなんだろうっていうのはちょっと不安ですけど、あと私はあと歯医者に行きたいですね。もう本当にもうずいぶんいけてないので、今までで一番いけてないので、
もう歯医者さん行ったら怒られそうな気がしてならないんですけど、かほちゃんこの歯やばいよって言われそうな気がしてならない。まあ虫歯とかはないけど、ないけど、歯痛いとかは全くないんですけど、そう、本当に歯医者さんに行きたいです。歯医者さんにこまめに行くことですね、あとは。続いて、名前写真の場所はどうやって決めてますか？プロデュース生写真ですね。先月はね、日野と海里と一緒に港タワー、世界はどこまで青空なのかの、MV の撮影の場所だったところなんですけど、そこはね、本当にそもそも日野とどっか撮影しに行こうって話してて、そしたらなんか海里が「え、私も絶対行きたい」って、なぜか絶対行きたいって言って で「じゃあどうする？」って言った時に、日野が「港タワー行く？」みたいな感じになって、ああじゃあ行こうってなって、でちょうどね、ゆかちゃんが卒業するタイミングの発売だと思うからみたいな、そうタイミング的にもちょうど良さそうだしみたいな感じで、そう行くことになりましたね。だから私はね、いつもは本当に勘ですね、勘とかノリとかですね、ここ行きたいとか、あここで撮ろうとか、そんな感じですね。まあでも私はあんまりね、遠出できないので、結構ね、公演の時の写真とかになってしまって、マッシーの写真はあんまり面白くないなって思われてしまってるかもしれないですけど、でもあんまり遠くに行けない分、いろいろ考えてやってはいるつもりでいるので、そこはマッシーも一応考えてくれてはいるんだなっていうのは 頭の片隅にでも入れといてくれたらいいなと思います。そんな感じで、今月のトークテーマ、かほちゃんを褒めようのコーナーに行きたいと思います。私はですね、そう11月に誕生月ということで、もう今月はもう去年もね、やらせていただいた、もう褒めまくってもらうという、ただただ私が得をする企画を トークテーマをさせていただきたいと思います。私のかほちゃんの好きなところは声です。なんというか説明しにくいんだけど、話し声や歌声も好きだし癒されるんだよね。ずっと聞いていたい。私にとっては最高な声なんです。嬉しいです、とても。なんかね、結構ね、声ね、好きだよって言ってくれる方もいて、自分ではあんまり好きじゃないので、そうやって言っていただけると、嬉しいなって思います 本当にありがとうございます。歌声はね、歌は、まあ、歌うことが好きなので、実に歌声に自信があるとかそういうわけじゃないんですけど、なんか好きって言ってるものを、好きだなって自分が思ってるもの、歌うことが好きだなって思ってることを、マッシーの歌声好きだよって言ってもらえるのはすごく嬉しいことですね。続いて、頬にあるちょこんとしたほくろが好き。こんなにもツインテールが似合う22歳はいない。よく出す肩が綺麗で好き。笑顔がレベチ。そう、私ね、ほっぺたにほくろがあるんですよね。だからなんかほっぺたにほくろがある人を見つけると親近感が湧きますね。あ、この人もほっぺたにほくろがあるって思ったりします。でね、ツインテールね、私ね、ツインテールやめたいとか言ってるくせに割とやってるっていうね。でも前回ゆかちゃんの卒業公演の時はもうね、マシツインテール、マシもねツインテール、ゆか好きだからツインテールしてとか、あとは22歳だからにゃーにゃーで ツインテールにしなよみたいな感じで、ちょっとそう、よくね、結構こじつけのような感じかもしれないけど、そうツインテールのリクエストいただいたのでツインテールにしましたね。そう、本当はねツインテールもう卒業したいって思ってるんですけど、そう、でね、肩が綺麗で好きは、わかんないけど 結構みんな、女性みんな肩綺麗だと思うので、鎖骨とかもね、まあそうやって言っていただけて嬉しいですね。笑顔、笑顔ね、笑顔ニコ 嬉しいですね、笑顔、そうやって言っていただけるの。続いて、11月8日はマッシーのお誕生日ということで、改めてマッシーのいいところって何だろうと考えてみたけど、笑顔が抜群に可愛い、パフォーマンスの感情表現が豊か、声量がある、
驚いた時の仕草が可愛い、モノマネが結構似てる、明るくて元気、愛嬌がある、サービス精神が旺盛、思いやりがある、常識がある、空気が読める、機転が利く、リーダーシップがある、おしゃべりが上手、字が綺麗、誤字脱字がない、綺麗好きっていつまで書けばいいんだろうか。マッシーにはこれだけたくさんのいいところがあるんだから、22歳はもっと自分に自信を持ってポップに明るく生きてください。ありがとうございます。嬉しいですね、こうやって言ってもらえるのは。なんだろうね、難しいですよね。なんか自分に、なんだろうね、自信を持つってなんか持ち違えたら周りの人が不快になるじゃないですか。私は持ち違えそうな気がして、自分は。だからだったら私は自信を持って、自信がないぐらいがちょうどいいって自分で思ってて、だからね、別にこのままでいいんじゃないかなとは思いますけど、でも私のことを好きでいてくれるファンの皆様からしたら、それは結構気分が悪いというかね、自分が好きな子がさ、自分が応援してる子がこんなに自信がないってね、そんなにね気分がいいものではないと思うから、まあそこはね本当に難しいところなんですけど、私の中では自分は自信を持ってなくていいって思ってます。うん、そう、まあいろんなご意見があると思いますけど、そう、でもね、誤字脱字がないっていうのは本当に意識していることなので、ね、文章も書かせてもらうことがあったりとかしているので、なんかどうやったら伝わりやすいかなとかも考えるのも好きだし、うん、絶対誤字脱字はしないようにしようと思っているので、なんかそれだけでなんか伝わり方が変わったら嫌だし、それでねずっとねつつかれても嫌だし、ね、うん、だからちゃんと確認するようにしてます。だからね、ポップに行きたいですね、私。うん、なんか来年の目標はポップに生きるって書きそう、何かしらの時に、うん、続いて、こんばんは、かほちゃん、改めかほちゃんを褒めて、褒めようのトークテーマだから、いつも以上に力を入れて書き始めたら長文になりすぎて、このトークテーマの時間で収まりきらなくなりそうな雰囲気になり書き直しました。本当それだけかほちゃんには魅力がいっぱいなんだよね。それも一日一日、可愛さはもちろん魅力が増し増しとなって、本当かほちゃんの成長は止まらない、魅力が無限大に広がっていくんだよ。だから日々かほちゃんから目が離せません。かほちゃん単押しで後悔なし。嬉しいですね、そうやって言っていただけて本当にありがとうございます。なんか私のことを単押しだよ、単押しって言ってくれてたりとか、それが分かるような方とかがいっぱいいると、あ、なんかなんて言ったらいいんだろう、なんか他に推しメンがいっぱいいるのって、多分私だけだと足りない部分が多すぎて、この子だったらマッシーのここが、例えばマッシーはダンスが下手くそだから、マッシーはじゃない子の方がダンスが上手だからこの子も応援したいんだとか、マッシーはネガティブすぎるからこの子はポジティブだからこの子応援してると楽しいんだみたいな感じで、いろいろね、他にも魅力がたくさんいっぱいある子がいっぱいいるから、だから私に、なんだ、私の足りないところがたくさんあるんだなって思っているのでだからなんか単押しだよって言ってくれる方とかがいらっしゃると、なんか、あ、嬉しいなってすごく思います。どうしよう、これでなんかさ、マッシーは単押しばっかりにこだわるから応援はできないみたいな感じで言われちゃったら、でもね、でもなんか数多い推しメンがいたとしても、例えば4人推しメンがいたとしても、その4人の中に4人以上、4人もう400倍ぐらい、もうその1000倍以上アイドルはいらっしゃるじゃないですか、アイドルの方が。その中の4本指の中に入れることが本当に嬉しいことだし、それがすごいことなん、それは本当にすごいことだから、一概に DD ダメやめろって言うわけじゃないんですけど、単押しだよって言ってもらえると嬉しいって思える
すごく嬉しいなって思えるのは事実ですね。はい、何の話が伝わったかどうかわからないけど、変な方向に伝わらなかったらいいな。まあいいや。続いて、かほちゃんはお顔が可愛いし、歌もうまいし、お話もうまく回せるし、面倒見もいいし、いっぱいいいところを持ってる自分に自信を持って活動してほしいです。すごい、自分に自信を持ってほしいですってお便りめっちゃ来てましたいやありがとうございます。本当に嬉しいです。トークのこともね、褒めていただけるのはね、すごく嬉しいですね。私は本当に喋るのが好きなので、本当にそれだけでやってきているので、そうやって言ってもらえるのは本当に嬉しいです。なのになんでショールームは苦手なんだってかもしれないですけど、すごく嬉しいです。ありがとうございます。続いて、服装やメイクによって若くもなったり大人っぽくもなったりして、一人で二度美味しくてすごい。わあ嬉しい。それなんかね、自分でも思ってて、この前髪があるないだけで結構見た目の年齢というか、なんか大人っぽく見えるたりもするんですよ、前髪を分けると。でも前髪を下ろすと、ね、幼く見えたりとか、本当に髪型とかだけで幼く見えたり大人っぽく見えたりするっていうのは、なんか一個自分の中で強みだったりするのかなって思ったりします。なんかさ、やっぱり幼く見える子はもうずっと幼く見えるけど、大人っぽく見える方もさ、やっぱりずっと大人っぽく見えるじゃないですか。でもそういう方なんだ、両極端がある中で、その真ん中なのかな、分かんないけどね、どちらにでもなれるっていうのはアイドルとしてはね、一個自分の中で魅力というか、なんか自信を持ってもいいのかなって思いますね。うん、だから逆に言うと、どっちに行ったらいいのか分かんなくなったりはしますけどね。なんか可愛い系で行っていいのか行くのか、それとも大人っぽい系で行くのか、それはねめっちゃ迷うけどね。うん、そうそうそう。だからなんかわちゃごな、この間のね、単独コンサートのユニットの時にわちゃごなドゥをさせてもらったんですけど、そこのユニットに選んでいただいたってことは、大人っぽく見えてるだろうなっていうのは思いました。思ったかもしれないです。まあね、22歳にもなるし、ね、年齢的にはね、ちょっとお姉さん的な感じだから、まあ大人っぽい方がいいのか。でもアイドルだったらね、ずっと可愛いままでいてほしいだろうしとかっていうね、いろいろなんか考えるところはたくさんありますね。そんなところで今週の1曲に行きたいと思います。今週の1曲はこの曲です。流れるかな、流れるのかな、これって流れるのかな、流れた。 Wi-Fi 切ったら流れた。
ウェーブ綺麗だった、やった。NGT48 マシモカホのあなたのお耳にお邪魔しも、新潟県内よりショールームをキーステーションに全国各地で生放送、 NGT48 マシモカホのあなたのお耳にお邪魔しも、エンディングです。皆さん今週もお聞きいただきましてありがとうございました。私の SNS アカウント、 Twitter、Instagram、 そしてショールーム、この配信が面白いなと思ってくださった方はぜひフォローをして通常の配信を見に来てくださったら嬉しいです。ね、ツイッターね、誕生日までに8000人フォロワーいかないかなってツイートしたら本当に行ってしまって、でもしかしたらめっちゃ減っちゃうのかなって思ったら、そんなことなくめっちゃ嬉しかったです。まさか本当に、だからみんな本当拡散ありがとうございました。で皆さんのねリツイートとか拡散って本当に大事なので、これからもぜひめっちゃリツイートとかいいねとかめっちゃしてください。よろしくお願いします。であとね、インスタグラムの方も私ね、ワンチャンね 1.2 万人いったらいいなって誕生日に思ってたんですけど、でも結構人数見た時に、あ割と厳しいかもなって思ったら行っちゃって、 1.2 万人もなんかちょうど誕生日付近に、ツイッターもインスタグラムの方もなんだろう、ちょうどね区切りのいい数字というか、うん、すごく嬉しかったです。本当にありがとうございます。インスタはなんか結構まとめてボーンって投稿してしてしまいがちなんですけど、うん、フォロワーが伸びてよかったですし、ね、あなんとね男女比のねパーセンテージ見れるんですけど、今まで私女性のパーセンテージがなんか 13% ぐらいだったんですけど、なんと今日見たら 15% になってて、女性のパーセンテージ増えてて 2% ですけど、すごく嬉しかった。そうなのでね、まあ、女性の方にも、ね、私のこと知ってもらえたらと思います。そうそう嬉しかったです。そうそう、で、明日 NGT48 ラーメン部マシも出てますのでぜひ見てください。そして日向のジョンのミキスタ FM 長岡さん、そして MBS ラジオ俺たちごちゃまぜ集まるやんやん、ぜひ聞いてください。そして20日はサメカツナ公演で、23日が、マミメモ公演とドラさん大好きみんなおしね公演、私の生誕祭をさせていただきますのでぜひ見に来てください。で来週はですね、飯ラジです。12時からの配信となります。この後お便りフォームももう一度載せますので、ぜひ皆さんのおすすめグルメを教えてください。この時間のお相手は NGT48 マシモカホでした。それではおやすみなさい。バイバーイ。